えー、2023年8月の25日、えー、昨日アップロードした内容を確認したりだとか、えー、新たにアップロード、えー、しようとしていたもの、YouTube へ、えー、淡井圭介本人です、えー。すぐにやっぱり春山聖子さんに来ますね。だからそれがそもそもガソリンの無駄遣いだって言ってるだろうって、電波で動く連中ね。 平均にクローズだって1回こう建物あの解体してるんですから2003年ぐらいの頃に。もうこれ順序行くと神戸市立ホテルフルーツラーパークで淡井圭介が勤務していってまあいろいろ絡んでくる人間がいてで殴ってきた人間は殴ってきましたね唐突でまあそれもあのー、神戸市立ホテルフルーツラーパークのバラの間の。 えー、パントリーだったので、パントリーってその奥,奥の方のね、従業員が、あのー、まあ、出入りしてる、その一般人は立ち入れないところですそこまで乗り込んできて、あのー、殴ってきた人間もいたんですそれが1997年8年、それぐらいの頃ですね。 で、春山生骨院がその後ここに出来上がって、最初は向こうの方にあるんですよ、もう一件。で、ここにいろんな人間バレたら困る人間がいっぱい出てきて、だから僕は小学生ぐらいの頃から山口組の話があって、紅葉病院の経営者が山口という一族で、灘区の方に逃げて、田岡五殿っていう話だったんですよ。田岡五殿は、えー、<coughs> 田岡製薬所、兵庫県の姫路市の西の方に行ったハリマというところがあって、そこに田岡製薬所っていう薬作ってるところがあって、精神病院にその薬を販売して、で、精神病院は国と組んで税金もらいながら金稼ぎをしていたと。 その精子が生産されなる、されなくなる薬とかね。だから、1956年の売春防止法が出来上がってから、政府上層部と、えー、大企業とかに、えー、本当にどうしようもない腐った人間がたくさんいたと。クズの人間がたくさんいたと。あのー、めちゃめちゃな行為していた、脱法行為側が。で、裁判官の中にもそういう人間がいたから、 その20歳以上からのアダルトコーナーとかが結局残っていたんじゃないですかそれとも本当はそんんな判例ありません本当のところのことは知りたいんだけどもテレビでその本当の判例全然番組で放送しないでしょ一覧表としてそこからしてねその隠蔽体質がかなりひどいで あの、この建物は一回なくなったのにもう一回建てた連中がいるんですよ。で、この辺が次々次々次医療業界が進出して、内科と、えぇ、廃が、個人会業医が、え10件ずつ以上、1区間、駅の えー、岡場から田尾寺駅までの間、ついにはエコリアの2階まで医療業界関係で占領されて、もう税金使いまくって、もう仕事と主張して金儲けしてる奴らが多すぎて、で、警察と組んで何回も本当のことを世間に晒そうとされたら言ってるんですよ。本当は晒してる言ってるのに、本人たちがとぼけてずっと金儲け。で、老人ホームもめっちゃくちゃできてるから。 本当に。ね言ってたでしょ最初から、紅葉病院と、その、三田市の市民病院、そこのフロアはどうせ開くから、そこをワンフロア老人、老人ホームにしたらええって、言ってしてること一緒なんだからって。いや、同じですよ。だって、あの、一応、あの、看護師とか来なきゃなんないんですよ。で、医者も、 定期的に来なきゃなんないんですよ。その死亡届かけるのあの、じゃあ死亡の確認書をかけるの医者だから、だからどちらにしても必要なんですよ。もうその方が早いでしょ。移動しなくていいから。っていうのは、これ、順序があって、新鉄道場、神戸電鉄の道場、 駅か道場南口かどちらもう名前が似てるかもうこちらもわけわかんなくなるんですよどちらかに大きな総合病院とかもうこのこの岡場と田尾寺駅のこの区間でねこの区間で総合病院がアドベンチスト病院っていうのは有野台にあって藤原台に紅葉病院っていうところがあって で,で、えー、あと広北病院っていうところがまず岡林駅の近辺にあるでこの近くの田内駅の近くにも,も向こうのあの土、ー、井い,いかな北の方の方に実はあのー、あるんですよ総合病院田内駅の近くの方2郎まで行かないまあそこは50床ぐらいだと思うんですけども もともと病院だけで本当は足りてたんじゃないのかっていう、まあそこまで行くとは話が飛躍しすぎるかなけど、老人ホームだけで、ここのすぐ近くに桃源郷っていうところがあって、 で、いつの間にか、その、そこの交差点、あの、パチンコ店があるところの近くに老人ホーム、小さな、小さな老人ホームが出来上がってるんですよ。で、いつの間にか、途中でね、なんか鉄骨使った建物があったから、何してるのかなっていうところで、で、向こうの辺、もともとお金の回し方、絶対多分無茶苦茶なやつがいて、っていうのはもう分かってるんですよ。どこの誰が、なのかっていうのは、あの、三井住友銀行の、その、岡か店、 富士原大地店かな岡場駅の近くの富士原大地店そこの受付の窓口に黒い服を着た女がいて、そいつが多分金貸金貸しの窓口にいたから、そいつキャバ嬢として働いていたんですよ。昔三宮で。そこを僕は連れて行かれて、フルツラパークのレストランカトレアで上司に変な奴がついて、 で、そいつに、その、淡井啓介との結婚話をしてアナウンサーになった人間の、その話とか急にされて、で、金貸しさせられて、連れて行かれてるんですよ。で、その方法をもう一回使ってきたのがサンパレスロッコで勤務していた上司。だそいつらが多分バレたら困るから、連れて行ったんでしょうね。で、淡井啓介という存在を、 その落として、何もかも隠蔽して、もっとみんなでお金身勝手に使ったれっていう連中、もうそこ、もう目の前に案んないかもいらない。あの、せっかく買いたい、あやっと始まった、まともになったかなと思ったらまだ作りよって。もう本当にいろんなところにないかいっぱいあるから、こんな一つの駅区間の間にそんなにたくさん作ったとこないって。もともとないかとかでも意味ない薬売ってるから。本当に。それで税金使わせてくれでしょ。横領事件。 もうめちゃくちゃ。で、淡いケ井圭介はその田岡御殿の話とかを YouTube で言ったか、ホームページに文章として記載したら、もともと三井住友系列なのに、まあ三井系列。三井の、その、関係者が誰か指示出したんでしょうね。田岡御殿、あの田岡製薬所の田岡っていう文字なくしましたから。また隠蔽しようとしと。 ということになるんですよもう絶対こうなる <laughs> でちょうどいいタイミングであのー、電車が来るのは車あ,あのね電車の騒音でごまかそうとした方神戸電鉄も粟池圭介にめちゃくちゃ絡んできてる人間いっぱいいるから粟井圭介年下でも年上でも年上の人間なんかめちゃめちゃすずらん台の駅で喧嘩売ってきてますから本当多分どうせここに来たんでしょう で、昔2002年ぐらいの頃に、ここの、この建物の入り口が一回もう封鎖されたんですよ。ペケポンの木の板、付けられて。どうせ解体する判決が出るわ、あえて。で、2003年ぐらいの頃に、ナルトン・レッサンス・リゾートホテルに勤務しに行ってる間に帰ってきたもうこの建物が一回なくなったんですよ。そしたら2010年ぐらいにもう一回建てよったんですよ。 もうめちゃくちゃゃくだからもう僕のホームページにその記録を残しておきますそれしなかったら大体この動画も僕が維持費年間1万6000かけて表せる生活保護者にどこまで無理させてんのってこれが現実ですどうしようもないでしょでこの間また巨人がカッと DNA を差し置いてね 差し押さえられるのどちらか本当はもう分かってるでしょ。わがままな勝ち方しといて、東京ドームも作って、ね。もうバレてるんだから。地方交付税法とかの話もしてるんだから。ずっと負けなきゃなんないの、巨人は。昨日、青井さんがどうだったから、こうだったからとか、もうそういう理由全部ないの。ヤクルトとかそういうこと関係ないの。それこそユミジャイアンツが阪神タイガースの選手に力回しなさいよって。結局、他の球団も同じやん。 阪神タイガースが日本一になって、その流れ淡いケースから1985年にね、頑張って、そういうふうなことをして、で、えー、ヤクルトスワローズもその話、中学生の頃に臨場してきて、それでヤクルトスワローズその頃優勝してるんだもん。1990年ぐらい。1990年、ジャストかなその前後ぐらい。もうどこの球だもん、頭上がらんよ。広島だって同じだもん。 めちゃくちゃな会社でお金の使い方してるところはもう一番悪党で、もう昔からは同じことをみんな言ってる。大きな家建ってる人間が悪い人、高級車乗り回してる人が悪い人、で、高校球児の人たちへ、ね、やっと最後の方で出てきましたけども、慶應義塾え、慶応高校かな。まあ、慶應義塾大学とかいてね。 塾、塾、塾、この辺、塾もこの辺で5ヶ所以上作ってあって、本当にややこしいことばっかり。見えはって今さら大学行く人がいないよって、これが本当。みんなの税金使ってるっていうこと気がついたら、自分から見え行くって、大学行くことぐらい。もう親が大学行きゃなんとかなるって思ってるやつが、もう最終的に裁判所出ないあかんから、公務員も。逃げれないから。 被告人になるために勉強しに行って大学行ってるようなもの、最初から、本当に。だから神戸市北区も三田市よりもあの住んでる人間多いんですけども、22万人ほどで、大体です。もう大体でいいんです。で、三田市は約14万人。だけども三田市に大学作っちゃってる。いらないのにもともと。だって裁判所は根本的にないでしょ、三田市に。 行政取り締まらなきゃならないのに、大体。ほんとほんと。行政がもともとそういう良くないところを取り締まってればよかったのに。行政って警察官とか市役所とかで働いてる人たちのこと。裁判所も行政。簡単。ね、裁判員制度はなぜ必要になったかわかるでしょ。簡単。